皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県桜井市にあります長谷寺をご紹介いたします。長谷寺の始まりは飛鳥時代に道明というお坊さんが天皇の病気の回復を願ってこの銅板を納めたことと伝えられています。仏教というのはたくさんの流派に分かれていまして、こちらは高野山で有名な空海さんの作った真言宗、中でも武山派という宗派の総本山中心となるお寺です。周りには初瀬川という綺麗な川が流れていますし、門前町というお寺を中心に形成された古い町並みが広がっている、とても雰囲気のいいところです。それでは門前町からお寺に向かって歩いていきましょう。そうしますとだんだん大きな門が見えてきます。あちらは長谷寺のメインの門で、重要文化財の仁王門です。仁王門ですので左右には仁王様がいらっしゃいます。口を開けている阿形像と口を閉じている雲形像の2体で、門番として悪い敵からお寺を守ります。こちらの門、大きさもありますが装飾も素晴らしく、門の裏の龍の彫り物は立体的でとても迫力があります。いらっしゃった際はぜひ足を止めて見上げてみてください。また門のすぐそばには、先ほど銅板を納めたとご紹介しました道明さんのお墓が建っています。歴史を感じる石の塔ですね。さて、仁王門をくぐると正面には屋根のついた圧倒的な数の階段が続きます。こちらは上り廊といいまして、階段を覆う細長い建物のことです。奈良市東大寺の二月堂にも上り廊がついています。長谷寺の上り廊は上中下の3つに分かれていまして、階段は399段あります。そして上にはいくつもの長谷形灯籠という灯籠が吊られていて、独特な雰囲気を作っています。階段を上がっていきますと、途中途中に寺院というお寺に関する施設があったり、長谷寺に伝わる宝物を保管している場所があります。こちらは春と秋に公開されています。また長谷寺は1年を通して四季折々の花を見ることができまして、花の御寺と呼ばれたりもします。特に春、5月頃に咲くボタンは有名で、さまざまな種類色のボタンの花が上り廊の周りを彩ってくれます。399段を下段から上がっていきますが、だんだんと疲れてきます。というのも、それぞれの階段の段差が違うんです。下段よりも中段、中段よりも上段の方が段差が高く作られてあり、楽して上がれないように計算されているそうです。そして上がりきった後に絶景が待っています。さて、上段を上がりきる手前、右手に神社が見えてきました。3つの社殿が並んでいるんですが、一番左はメズブニンという、1000年ほど前の中国の王様の奥さんをお祭りしているところです。簡単に説明しますと、この方のお顔はとても馬に似ていたらしく悩まれていたんですが、長谷寺の観音菩薩という仏様とのご縁がきっかけで解決し、その方からお礼が送られてきました。その中にボタンの種が入っていたことからボタンを植えることになったそうです。今ではたくさんのボタンが咲き誇り、全国でも知られるボタンの名所になっています。長谷寺はとても大きなお寺で、まだまだ紹介したいところがありますので、今回はこの辺にして第2話に引き継ぎます。それでは次回もお楽しみにご覧ください。ありがとうございました。